アラゲジリス族は、ネズミもクリスカに属する族。アフリカに分布するジリスの仲間で、4種からなる。アラゲジリスジリスらタラスアケタ、リンチ、草地、岩の多い地域に生息する。中高生で、地上性。地面に巣穴を掘って暮らす。北米のプレイリードッグに類似したコロニーで生活し、行動も似ている。冬眠はしない。植生は主に草食性で、ね、種子。 果実、鞘、穀類、昆虫、小型の脊椎動物、鳥の卵などを食べる。ケープアラゲジリスの繁殖は非同時性で、繁殖に明確な割や時期はなく、7月から10月までの数ヶ月間、非常にわずかな子供の姿が地上で見られる。解体期は48日間、52日で離乳する。1回の出産で1から3頭が生まれる。メスは、 生後10ヶ月、オスは生後8ヶ月で生成熟する。メスは1年を通して出産する能力があるが、年に1回以上出産するのは10%以下である。ケープアラゲジリスは大変社会的で、メス1から3頭、オス2から3頭の集団で生活する。時折、何頭かの大人になりかけのメスがいる集団では、オスの頭数は9頭にまで増える。 成熟したオスは彼ら自身の集団を形成する傾向にあり、1集団あたり19から20頭になる。これらの集団はバンドと呼ばれる。一般的に、ほとんどの哺乳類においてはメスを得るために極端に厳しい競争が存在するものであるにもかかわらず、非常に驚くべきことに、彼らの縄張りは他の集団と共有されている。これは、集団で生活する本能によって、 競争による繁殖機械の不利益を得る代わりに、捕食者からの生存機会を得ているのである。和名及び文句は、マクドナルドによる。DW マクドナルド編、今泉義則監修、小型装飾柔動物大百科の平凡者、1986年157ページ。ありがとうございます。